どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の最終確認をしたいと思います。それでは始めます。前回が10番台から来てるから、その10番台が来た次の回はどういう数字が来てるのか、ちょっと確認したいと思います。10番台の次、1桁が2つ出てるのも何回かあるな、見たところ。連続で10番台が来てるのもあるし、だから1桁もやっぱり入れた方がいいかな。ただ1桁はどの数字入れるのかっていうのがめっちゃ難しいねんけど、まあとりあえず予想したいと思います。まずは1から。1はここ最近出てる回数が異常に多い。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回。ここ10回、20回ぐらいか、20回ぐらいで7回1が出てるから、1は出る可能性は多分低いかな、この当選数字から考えても。続いて2、2は2回前に出てるから多分ない。2の数字の出方は、1が出た時と2が出た時、あと3が出た時が多いかな、2が来るパターン。どれもないからな。続いて3。3も遠いねんけど、ただ、ここ最近、3が出てないから、来る可能性はある。だから、3を候補数字に入れて、続いて4。4は多分ないかな。4が来るのは、3が来た時と4が来た時、あと14が来た時、桁違いで来んねんけど、どれもないから4は可能性は低い。続いて5。5もないと思うねんけどな。4回前に5が出てんのか。5は多分ないかな。5が来るパターンは引っ張りと、あと6が来た時が5がよく出てるかな。桁違いの時もあんねんけど、特に6が出た時に5が出てるイメージがある、ロト6は。だから5は可能性は低い。続いて6。6は2回連続最近出てんねんけど、でも、前回16と26の桁違いが出てるから出る可能性はある。だから一応入れとこうかな、6。この前は6はやめてんけど、一応可能性があるから入れて、続いて7。7が来るパターンは、8が来た時と7、引っ張りが多いかな。あと、桁違いやねんけど、どれもないから可能性は低いかな。7は最近引っ張りでも出てるから、それから考えてもちょっとないかな。続いて8。8も7と同じような出方。7が来た時と8が来た時、あと9が出た時。それと桁違いの時やけど、桁違いもないから可能性は低い。続いて9。9、まあ39出てるけど、ちょっと遠いからな。だから9はなし。続いて10。10は、この当選数字からはなかなか10は予想難しいかな。それに3回前に10ボーナスで出てるし、多分10は来ないと思う。11。11は2回前に出てるから多分ない。出るとしたら引っ張りで来るだろうし、1回置いてまた10が来るっていうのは考えにくいかな。出るとしたらほんと連続で、来てるのが多いから10は。10じゃなく11。続いて12。12。この当選数値から12を予想するのもかなり難しい。そして13。13はロト6では出てる回数が圧倒的に少ない。その少ない回数の中で13が来るパターンは、13が来た時と14、
が出たとき、あと桁違いの3が出たときやねんけど、どれもないから13はないと思うねんけど、続いて14。14もないかな。ここ最近出てる回数多いっていうのもあるけど、14も出るパターンは13、14、15。このあたりが出たときと、あと4が出たときに出てるイメージだから、14も可能性は低い。15は可能性がある。16が出てるから、一つ違いで出る可能性がある。そして16も、16は引っ張りが圧倒的に多いから、ロト6。だから出る可能性がある。17。この17はちょっと難しい。16から17っていうパターンやけど、16から17はどうか。いやー、難しいな。まあ、可能性はゼロではないけど、低いに違うかな。今見てるけど、16から17っていうのはあんまりない。だから、なしにして、次18。18も遠いな。ちょっと遠い。19は可能性は、まあ、なくはない。39が出てるから、桁違いで19が出る可能性もあんねんけど、見てたら19のパターンって、19の引っ張りと29から19っていうのが圧倒的に多いから、そこから考えたらちょっと可能性は低いかなとは思う。それでは、一旦休憩、運動したいと思います。まず股関節を開くストレッチ、10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、2セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、3セット目。2、3、4、5、6、1、8、9、10。次は肩甲骨を寄せる運動。10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、2セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、3セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。次はもも上げ50回スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、45、46、47、48、49、50。次は、両手を組んで、前に伸ばす30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、21、28、29、30。傾ける。10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は片足立ち30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。
21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、反対、1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。それでは続きしたいと思います。次は20。20は出る可能性はある？その、2回連続出てるけど、出そうな感じもするから、一応20入れようかな。予想数値に入れるかわからんけど、次、21。21は引っ張りがやっぱり多いから、見てたら、ロト6もロト7も21は圧倒的に引っ張りが多いもんな。だから21も入れて、続いて22か。22も来る可能性がある。21から22というパターン。続き数字。出そうな感じがする。ここ最近22が多分出てない。見たところ。出てないから、可能性はあるかな。それに桁違いの42も出てるから。だから入れて、次23。23は僕はないと思うな。23は22が来た時と、あと、その場合が一番多いか。あと、引っ張りもあったけど、やっぱり22から23っていうパターンが一番多かったから、前回出てないからな、22。だから23は可能性が低い。24は見たところ、桁違いがやっぱり多いから、桁違いが出てたら24、可能性あんねんけど、桁違いが出てないから24もないと思う。次、25。25は正直ちょっと微妙。出る可能性もあるんよな、25。一応25も入れとこかな。そして26。26はない。26は見たところ引っ張りがなかったと思う。桁違いで出んのはあんねんけど、26から36みたいな感じで出んのはあるけど、引っ張りがなかったん違うかな。今のところ26、引っ張りないから、ちょっと出る可能性は低いかなとは思います。だから26はやめて、そして27は出る可能性がある。26から27という一つ違いで。だから入れて28。28は38から28っていうパターンがやっぱり多いからさ、今回は出ないと思う。次29。39から29っていうパターンか。29はどうかな。29の来るパターンは19から29とか、あと引っ張りが多いから、僕的には29はないんやけど、39から29。39も結構出てる回数が多いからな。39から29あるかな。今のところないんやけど、まあ可能性はあるけど、桁違いで出る可能性はあるけど、ああでも一回もないな。今のところ39から29っていうパターンが今のところはないから、ちょっと可能性は低いかな。29だからやめて、次、30。30は、めっちゃ最近2回連続出てるから、僕はないと思うねんけど、それに、
2回前にも30が出てるから、ちょっと出過ぎてるから僕はない。続いて31。31も2回連続出てるから、確率は低い。ロト6は3回連続出るっていうのはあんまりない。よく出てる21でさえ、あんまなかったん違うかな。だから31は出る可能性は低い。続いて32。32は逆に可能性がある。31から32っていうパターン。で、だから入れて、続いて33。33はないかな。桁違いもないし、近い数字もない。だから33は可能性は低い。34。34もちょっと遠いから、34はやっぱり35から34っていうパターンと、あと引っ張りが多いから、34も可能性が低いと思う。35は引っ張りと桁違いの25から35っていうパターンが多くて、どっちもないから35は可能性は低いかな。36は出る確率が高い。16と26出てるから、桁違いで36入れて、37は最近出てるから僕はないと思うけど、37は引っ張りと桁違い、どっちもないもんな。37はない。38はある。39が出てるから、39から38っていうパターンで出る確率は高い。過去に5回ぐらいそのパターンで出てるから、38入れて、39は引っ張りはなかったん違うかな、39。多分39は引っ張りが、今確認してるけど、ないと思う。ないな。だから39は出る確率は低いかな。次40。40は可能性があるというか、最近出てんねんけど、ただ40は来そうな感じがする。39から40っていうパターンで。だから40を入れて、41はもう2回連続出てるからない。3回連続っていうのは本当にロト6は少ないから、ロト7は3回連続って普通にあんねんけど、ロト6はほとんどない。3回連続で来ることは。だからないかな。で、42。42、正直めっちゃ迷ってる。出る可能性は、ある。42は引っ張りが結構多いから、1を入れて、43も可能性がある。だから、43も入れて、それでは一旦休憩したいと思います。それでもう一度確認というか、見落としがないかの確認をして、それで予想し、最終確認したいと思います。両足を広げて、股頭部を持って斜め前に倒す。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。前に倒す。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もう一度。1、2、3、4、5、6、
1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次は足の上げ下ろし運動。10回3セット。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お腹のマッサージ。それではもう一度見落としがないかの確認をしたいと思います。最初からよいしょ。まずは1からだけど、1はさっきも言ったけど7回、20回かな、20回中7回出てるから多分出る可能性は低い。まあ直近で言えば3回前に1が出てるから、多分可能性は低いかな。まあ桁違いは出てんねんけど、僕は出ないと思う、次のロト6は。次2は2回前に出てるから多分ない。来るとしたら連続で来るだろうし、1回置いてで多分出ないんじゃないかな、離れてるし。次3は離れてるねんけど、ただここ最近出てないのがちょっと気になる3、だから可能性はあるから入れて4ないと思うねんけどな。4も最近出てないねんけど、なんか出そうな感じがしない。3と違って4はなんか、出そうな感じがせえへんからやめて、5も離れてんな。16からやもんな。桁違いもないし。多分ないかな。6は最近出てんねんけど、やっぱり出そうな感じがするから入れて、7と8は出ない。最近7、2回連続出てるし、8も出てる、から多分ない。9は桁違い出てんねんけど、ただ、ロト6では9、あんまり出てない。出てる回数がロト7に比べて圧倒的に9は少、あ、ロト6では9は出てないから出る確率は低いと思う。10も最近出てるから多分ない。前回の当選数字は近い数字もないし、桁違いもないからないかな。11は最近出てるからなし。12もちょっと離れてるし、桁違いもない。
13はもうちょっと先違うかな、出るとしたら。見た感じ、やっぱり13はロト6出てる回数圧倒的に少ないから、可能性は低いと思うねん、13。次14は13、14、15、この辺りが来てたら14可能性あんねんけど、あと桁違い。どれも出てないから、14も可能性低いに違うかな。そして15と16は出る可能性がある。17は可能性はなくはないんやけど、少ないかな、16から17っていうパターンが。ゼロではないけど、少ないかな。出てる回数、16から17っていうのが。だからやめて、18。18、桁違いもないし、18もないと思うよな。多分。19。もうないかな。39から19っていうのは確認したけど、多分なかったから、20。20は一応出る可能性はあるから入れて、21と22も可能性がある。23はおそらく出ない。出ない確率の方が高い。24は桁違いで出てることがやっぱり多いから、やめて、25は可能性があるから候補数字入れて、26は引っ張りはあんまりなかったから可能性は低い。27は可能性があるから入れて、28は多分ない。38から28っていうパターンが多い。38出てないし、近い数字もないから28は多分ない。29は見たけど、可能性は低いかな。39から29っていうパターン。可能性は低いと思う。そして30は最近3回出てるからなし。31も2回連続出てるから可能性は低い。32は出る可能性がある。31から32っていうので。そして33。33は僕は個人的にはないかな。34。34は、ロト6では出てる回数はやっぱり少ないから入れるのはちょっと怖いな。そんなに出てないもんな、34。35。35もここ最近出てない。5回以上出てないから、ゼロではないんやけど、ただこの当選数字から35はちょっと難しいな。36は出る確率が高いから入れて、37は最近出てるから多分ない。38も可能性があるから入れて、39は引っ張りか。39は多分ないかな。引っ張りは39確かなかったと思うよな。そして40。40は可能性があるから入れて、41は3回、2回連続か出てるから多分ない。42。正直42と43がめっちゃ悩んでて、可能性はあんねんけど、最近42の引っ張りが来てるから、ちょっと42は可能性は低いかな。めっちゃ最近連続で来てるからな。43可能性はあるけど、5回以上出てないから、可能性はあるけど、でも、どうやろう、出るとしたら40の方が高いかな。正直、微妙なところ、40と43。まあ一応入れとこうか。一応、この中から選ぼうかな。候補数字が、
3、6、15、16、20、21、22、25、27、32、36、38、40、43。この中から選びたいと思います。まずは一口目。よいしょ。一口目は10番台からいこうかな。10番台が2回続く可能性もあるから、10番台からいくけど、出るとしたら1つ目が16、引っ張り。16は引っ張りが多いから、1つ目入れて、そして2つ目が15、続き数字、15、16っていう。入れて、3つ目が38。39から38っていう一つ違い。このパターンが多いから、3つ目38入れて、4つ目が36も来そうな感じがするよな。前回16、26出てるから36って可能性があるから、36入れようか。4つ目36。こんで、そして5つ目がどうしよう。21、引っ張りで。来る可能性がある。21入れて、そして最後が4、40もなんか出そうな感じがする。40しようかな。40と43。43も来そうな感じがすんねんけど、でも40の方が可能性があるかな。だから40にして。他に可能性のある数字。難しいけど、もうこれでいこうか。今回はかなり難しいな。二口目は、一つ目が、一つ目が、どうしようかな。三？ここ最近三が出てないから、一桁の三入れて、二つ目が六。六がなんか来そうな感じがする。だから六入れて、三つ目が21、引っ張りで。3つ目21入れて、4つ目が38、39から38っていう一つ違い。1、2、3。そして5つ目が22、21、22っていう続き数字。そして最後が27、26から27っていう一つ違い。前回と同じ数字か。久しぶりかな。大抵2回目は数字変えてたんやけど、今回は同じ数字。いやー、予想は難しいな。この二口で行こうかなと思うねんけど、かなり難しかった。やっぱり16から始まってるから、本当に予想が難しい。一桁から始まってくれた方が予想はしやすい。まあ、めっちゃ荒れてたら難しいねんけど、一桁一つ二つ出てくれた方が僕的には予想がしやすい。やっぱり10番台から出るとなかなか難しい。まあ、とりあえず、一口目から発表したいと思います。一つ目が15、16の一つ違いで、二つ目が16、引っ張りで、三つ目が21、引っ張り、四つ目が36、桁違いで、五つ目が38、一つ違いで、最後が40。一つ違い。続いて二口目は一桁から。一つ目が3。
で、2つ目が6。うん、桁違いで、3つ目が、21、引っ張りで、4つ目が22の続き数字、5つ目が27。うん。1つ違いで、最後が38。39から38っていう一つ違い。一口目は結構均等に予想した感じかな。ただ一桁入れてなくて10番台から始まってるっていうのが特徴的やけど、二口目は一桁から始めました。一桁から来る可能性もあるから。20番台メインかな、二口目は。それで自信があるというか、来るん違うかなって思ったのが、一口目は16と21、38。この3つは来るん違うかなってピンときた。過去に、このパターンで来てるから。ただ、どうやろうなっていう不安はあるけど、二口目は、そやな、自信があるのが、6と21、38、この3つ。結構16から6っていうパターンが何回かあるから。ただ、最近6が2回連続出てるっていうのは気になんねんけど、でも、1桁が来る可能性もあるからな。1桁出るとしたら、6が一番可能性あるん違うかなと思って6入れてんけど、桁違いも出てるし。いやー、難しい。一応この二口でいこうかなと思います。いや、本当に今回は久しぶりに難しかった予想は。ここ最近は、当選はできてないねんけど、今年に入って。ただ予想は、しやすかったから。でも今回は予想はかなり難しい。やっぱり10番台からスタートだからめっちゃ難しかった。まあとりあえずこの2口で明日勝負しようかな。かなり難しいねんけど。不安な部分はめっちゃあるけど、でもそんなん言ってたらきりないもんな。やっぱりたった二口しか予想してないからな。どうしても、捨てないといけない数字が出てくる。いやー、かなり難しいし悩むけど、もうこれで、この二口で明日何個一致できるか確認したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。はあ。